シン・フィオトリの遺体をバルハラへ送るオーディン・シン・フィオトリは、ボルスンがサガと震えた、フンディング殺しのヘルギの歌2、シン・フィエトリの死についてに登場する英雄。ボルスングの一族の双子の兄弟シグムンドと、シグニューの近親相関によって生まれた、シグルズのイボアニである。なお、ベイオウルフでは、シーエムンドのオイフテラとして語られることから、もともとはフィオトリだったものが、 シグムンドの名前と党員を踏むために、ンが付け加えられたと考えられる。ニーベルングの指輪には、シンフィオトリにあたる人物は登場しないものの、ジークフリートが、兄弟の近親相関によって誕生する。シンフィオトリの母シグニューは、夫シゲール王に父、ボルスングを殺害された。十人の兄弟も囚われた上に処刑されることを知り、策略によって処刑を遅らせ、 双子の兄シグムンド逃がすことには成功したものの、他の兄弟を失った。シグニューは、シゲールとの間に生まれた二人の息子に、親兄弟のあだを打たせようと考えた。そして上の息子が10歳になろうかという頃に、まず肌着を肉と皮に縫い付け、剥ぎ取ったが、彼は痛みに泣き叫んだ。次に、彼を、シグムンドのところへ送り出して、器量を見させようとしたが、 結局軟弱で、気も利かず、役に立たなかった。その胸をシグムンドに伝えられると、シグニューはシグムンドに子供を殺すように言う。一年後、シグムンドの元に送り込まれた二人目の息子の同様で、彼もシグムンドに殺害された。シグニューは魔女に頼んで、互いの姿を取り替え、道に迷った風を装って、シグムンドの元に赴き、 何も知らない兄と不指導を共にして、シンフィオトリを生んだ。復讐のために生まれたシンフィオトリは、ボルスング一族の血を濃く引いた異常婦に成長した。10歳になるかならないかの頃、シグニューは、シゲールとの間に生まれた二人の息子にしたように、シンフィオトリを試したが、泣きわめくことなく気丈にも耐えてみせ、シグムンドの目にもかなう弾力を見せた。シンフィオトリは、 シグムンドのもとで暮らし、さらに修練を積むことになった。シグムンドは、シンフィオトリと共に、強盗や追いはぎなどで生活し、息子の心身を鍛えた。しかし育つにつれて、シグムンドの目には、シンフィオトリが、喫水のボルスングの一族のようにも、父シュゲール王の悪い部分を多く持つようにも、見えるようになった。とりわけ実の父と思い込んでいる。 シゲール王のひどさを聞かされていたため、シンフィオトリーは、家族に対する愛情には、疎いようだった。シンフィオトリーが十分に成長すると、シグムンドは彼を伴って、シゲールの敵討ちへと行動を移した。この時シンフィオトリーは、シグムンドが殺さないとした、イフテをためらいもなく殺害したが、大勢に、無勢で、シグムンドと共に捕らえられ、岩を隔てた穴へ行き埋めにされた。 しかし夜になると、シグニューの差し入れた剣で岩を切り裂いて脱出し、奇襲をかけて、シゲールの一族を皆殺しにして、屋敷に火を放った。シグニューは、シンフィオトリンの出生の秘密を二人に告げると、復讐の成就のために行った自らの罪ゆえに、生きながら得るつもりはないと言って、シゲールと共に死ぬ運命を選んだ。シグムンドとシンフィオトリーは、手勢を引き連れて、 フンの国へ帰還すると、ボルスングの後を襲って王になった人物を追放し、シグムンドが王に即位した。その後、シンフィオトリは、シグムンドと後沿いの王妃、ボルグヒルドとの間に生まれた、イボテイフンティングゴロシヘルギの指揮する、バイキング業に補佐官として同行して柄を挙げた。 しかしあるバイキング業で、シン・フィオトリは一人の女性をめぐってママ母,母・ボルグヒルドの弟と対立し、彼を殺害したためママ母,母の怒りを買った。シグムンドは二人の仲を取り持とうとして王妃に身の代金を支払ったため、ボルグヒルドは表面上は復讐を諦めざるを得なくなったが、裏側では、シン・フィオトリの毒殺を企てていた。 王妃の弟を弔う縁で、ボルグヒルドは、シンフィオトリに支配を進めたが、酒の濁りを理由に、シンフィオトリが忌避したため、毒の効かないシグムンドが二度シンフィオトリの代わりに、毒酒を飲んだ。しかし、さすがに三倍目となるとシグムンドは明定して、判断力をなくしてしまったため、シンフィオトリは、毒酒を飲まざるを得なくなり、死んだ。失意の中シグムンドは、 新フィオトリーの亡骸を抱えて森へ行った。そのまま歩いていると、フィオルドへたどり着いた。そこで私森に、向こう岸へ渡して欲しいかと聞かれ、そのようにと頼むが、船が小さいため私森は、新フィオトリーだけを乗せてこぎ出した。シグムンドが岸図体に追いかけるも、その姿は見えなくなった。シグムンドは、引き返すと、王妃を国外へ追放し、彼女は、間もなく死んだ。 ありがとうございます。